はい、みなさん、こんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。元気ですかはい、私は元気です、えー。皆さん、なんか、もっと時間が欲しい、もっと時間があったらいいのになって思ってる人、いませんかいませんか私も、まあ、1年前は、1年前、インスタグラムを始めた時は、 もう本当にそれをすごくすごく思っていました、うん、今よりもめっちゃ思っていましたで、まあ、今私がしている仕事私がしていることとで1年前に私がしていたことを比べてみると今の方が本当に5倍くらいもしかして10倍くらい 早く、えー、いろんなことできるようになりましたコンテンツを作るスピードが上がりましたもちろん今も時間がもっと欲しいって思うこともたくさんありますでも今はなんかもっと今の時間を大切にしたい と思うようよになりました1年前の私は時間欲しい時間欲しいもっと時間欲しいもっと頑張りたいだけど今の自分はまあね今の時間を大切にする家族との時間をたくさん取りたいというふうに考えていますで本当に私の心はこの1年で良くなりましたでね 今回はどうして1年前からこんなに変わることができたのか考えてみたので、えー、皆さんとシェアしたいと思います。えー、ぜひ皆さんも、えー、仕事とか生活のこととか日本語の勉強のこととか考えながらこのポッドキャストを聞いてください。えーまず 1>, 1年前の私がしていたことを考えてみました1年前は本当にインスタグラムのビデオだけ作っていましたでも毎日本当に8時間9時間10時間くらい毎日仕事まあ働いていましたビデオを作っていました、まあ、でも1日に そのアップロードするビデオはもう30秒とか1分とかイメージ画像画像イメージとかそれだけでしたでどうしてそあんなに時間がかかったのか考えてみましたで一番の理由はタイムリミットをつけないで勉強していたダラダラ 勉強していたダラダラダラは早くとかテキパキの反対の意味ゆっくり勉強していたこのタイムリミットとか近い目標ゴールがなかったことは大きな理由ですでもう一つは迷っている時間が長かったですね迷ったりとか あの調べている調べるリサーチしている時間がすごくまあ長かったですでもちろん動画を作り始めた初めて作った時なので、まあ、本当にもうカメラの使い方マイクの使い方で動画編集編集はエディティングね動画編集の、えー、ソフトの使い方とか まあね、他の先生のビデオ、まあえっと、日本語を教えるビデオもリサーチ、まあ、研究調べていましたほ本当にこういう調べる時間がすっごく多かった、まあ、多分ほとんどが調べる時間迷う時間だったと思いますで、まあ本当に迷う時間調べる時間 すごく大切だけどやっぱりね私は特に心配性ウォリア心配性なのでもうね本当にずっと心配して迷っていましたで、まあ、ここまであんなに、ね、迷わなくてもよかったと今は思っていますで今私がやっていることは本当に 増えましたたくさんになりましたもちろん今もインスタグラムのショートビデオを作っています、えー、3日に一度3日に一度アップロードしていますで他には PayTrion ね始めました11月ね去年の11月から p a チ t r i o n これは Weekly の、えー、カジュアルコンバーセーションビデオ カジュアル会話のビデオとワークシートワーークシート多いよ7枚とか10枚くらい作る時もあります。であとはこのポッドキャストこれも確か去年の10月くらいから始めました。でこれも毎週頑張っています。であとはまあえっと Zoom のセッション 毎週4回くらい生徒さんと40分ズームで日本語を話していますであとは1月から2022年の1月から YouTube も頑張っていますでこれからはえ YouTube を毎週毎週頑張ってアップロードしたいと思っていますねでやっぱり 1>, 1年前に比べて本当にたくさんのことができるようになりました、ね。嬉しいです。うん。で、その理由を考えました。なんでこんなに私の生活、仕事が、まあ、変わったのか、効率よくなったのか。効率がいい means to be effective. I think so <laughs>、はい。でね まあ、一つ理由の一つは慣れ慣れることだと思いますはいそうなれる means I go used to it なれたなれましたうん、ね、やっぱりなれたら速くなりますなれたら上手になりますなのでな、まあ、れるまで絶対に諦めたらダメですよねはい諦めたらダメ ずっと続ける。うん。で、えー、二つ目はもちろん、えー、迷っている時間を減らすことだと思います。はい、迷っている時間を減らすこと。で、迷うことも大切です。でも、まあ正直正直ね。答えは一つじゃない。うん。迷ってる時は。 一つ正解ががある気がする気すよねでもその正解は一つじゃないかも正解はないかもしれないうんだからもっと気持ちを楽にしてなんかもうちょっと自分に優しくなって100点取らなくても80点でもいいかこんな感じで仕事とか 勉強してみると効率よく早くもっと楽しく、えー、進めることができると思います。はい、でもう一つのコツはコーチを雇うことです。雇う means to hire, to hire someone ね。だから私は今、えー、ビジネスコーチあのチコジャパニーズのチコさんに、えー、ビジネス コーチになってもらいました。今はちょっとお金を、えー、支払って、お金を払って、私が上手に目標、ゴールを立てて、私のビジネスを作ることができるように、チコさんにサポートしてもらっています。はい。で、あとは、今ちょっとストップしているけど、去年の 9月,かな9月にあのタイムマネジメントコーチアリーこれもインスタグラムで知りましたアリーさんのセッションを受けて私のスケジュールの作り方とか心のケアについても教えてもらいましたでこれもやっぱりとても良かった一人では できないことってとても多いですよねで一人では一人じゃ気がつかないこと一人じゃ気がつかないことも、えー、たくさんありますなので人と一緒に、えー、やること一緒に教えてもらうこと協力することも大切ですそして ペイトリオンで、えー、少しお金ができたので、えー、と YouTube のビデオの編集者エディター編集者も雇いましたそしてこのポッドキャストの、えー、字幕を作る編集者エディターさんも私は今回、えー、雇う雇いました雇うことになりました はい、えー、エディターさんよろしくお願いいたします <laughs> えっと、うん。こうやって自分の上手じゃないことあまりできないことを、えー、他の人にお願いするこれも、えー、時間を上手に使うために必要だと思います。えー、もちろん私は、えー、全然 お金がないので今は本当にもうね自分のお金自分が使えるお金食べ物とか、まあ、電車のお金に,に使えるお金は本当今2万円くらいですあとは全部編集者さんとかコーチに払いましたなのでこれからねこうやってコンテンツを作ってビジネスを頑張りたいと思います。 えー、あと二つ,、えー、つ、あと二つあの早く効率的にプロダクティブに仕事勉強をするコツがあります。えー、これ三つ目かな。三つ目は朝に to do リストを書いてでそれを机の上に置いてで。 チェックしながらトゥードゥーリストにチェックを入れながら仕事とか勉強をすることです。うん、であとはタイマーをセットして例えばこのワークシートは1時間でやりたい。じゃあタイマーをセットして1時間にセットします。でワークシート頑張って頑張ってやって 終わったら、ツーツーリストにチェックを入れます。もう、これがね、本当に、うん、これはめっちゃ効果があります。もう、本当にすごいです。はい、これは、私もずっと続けたい。えー、ぜひ、おすすめです。はい、え、そして、えー、最後、コツの最後は、えー、朝、掃除を。 すること掃除クリーニングですはいで私は結構ね結構あのー、ケアレスなのでね本当に自分の周り自分の周りは汚いです本当にメッシーな感じですなのですけどだけど、まあ、最近朝起きて9時までにあの自分のデスクの 周りとか台所とか掃除してあの綺麗にタイリーにします。これは本当にうん、いい。すごく集中できるようになりました。はい、これはね、もうこれもずっと続けたいです。本当に掃除って大切だなと思っています。皆さんはどうですかデスク。綺麗ですか <laughs> 汚いですかね うん、私の、ね、家族とかみんなデスク汚いけどやっぱりね,ね,ねき綺麗にするのは大切ですよねはい掃除頑張ってくださいはいそうですねこんな感じです私のプロダクティブのコツ4つはこんな感じですでやっぱり時間は人生ですよねで人生は時間時間は人生今のこの 1> 1秒も私の人生今もう終わっちゃったけど私の人生ですで。やっぱり死ぬ時に後悔したくない。I want to regret. 後悔する。To regret. 後悔したくないのでこの瞬間この1秒を大切にどうやってプロダクティブにするかどうやって楽しむかそして どうやって自分の好きな時間を増やすか家族といる時間とか、えー、散歩する時間、えー、本を読む時間映画を見る時間、まあ、自分の好きな時間をどうやって大切に楽しむか増やすか、えー、これは本当ねやっぱり自分の人生を 楽しむために絶対に必要ですよね。はい、まあ、今日はこんな感じです。うんね。皆さんも自分の好きな時間とか、日本語の勉強にたくさん時間を使えるように頑張ってください。はい、どうだったかな？私のコツはまあ、皆さんも。 えー、賛成してくれたら嬉しいです、はい。最後まで聞いてくれてありがとうございます。えー、本当に嬉しいです。えー、っとまあね、もしよかったら、えー、Buy Me a Coffee で私のこのポッドキャストもサポートできます。えー、っと私の日本語が早かったら YouTube で字幕、えー、っとサブタイトルも 読むことができます、はいえー、ぜひたくさん日本語を聞いてリスニングをどん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 、えー、アップリスニングを上げてください。はい、最後ままでありがとうございましたじゃあまた次のポッドキャストで会いましょう。バイバイ。